諸君は去年日本地図が何回書き換わったか知っているかな。遡ること約450年前、戦国時代の大分県を記した文献に興味深い記述がある。別府湾に浮かぶ島には中国や南蛮船が日々来航し、大分県は貿易都市として栄華を誇った。かのフランシスコ・ザビエルも不況に訪れたその島を雨竜島と言う。諸君は今の話に違和感を覚えなかっただろうか。九州の貿易の要所といえば、古くから博多、長崎が真っ先に思いつく。諸君の知る歴史の教科書には雨竜島なる貿易拠点が登場しただろうか。これほどの栄華を誇ったとされるのに、教科書や公的記録に一切登場しない。それにもかかわらず、全く実体のない島の詳細が残されているのは一体どういうことなのか。それどころか、現在の日本地図には島影一つ存在していないんだ。なぜならたった一夜にして島が消えたから。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。ミッドナイトムーン。マドモアゼル、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ。言うの闇人形の闇りですわ。とうとうこの島の謎に迫る時が来ましたわね。宝永地方130番水道にあるという幻島に。確かにポケモンルビーサファイアは九州をモデルにしてるけど、幻島は地理的に沖縄県だけどね。さて、こういう話するのはかつて一夜にして消滅したと言われる幻の島、雨竜島について。その島は実際に存在したと言われているんだぞ。言うの日本のアトランティス。遡ること450年以上前、舞台は九州、大分県大分市だ。日本は戦国時代末期、この頃の別府湾に九州を代表する一大貿易拠点として栄えた島が存在していたという。島の名を雨竜島、別名沖の浜と呼ばれた。その島は大分市沿岸から400から500メートル沖合にあり、東西 3.9 キロメートル、南北 2.3 キロメートルほどの大きさだったとされる。山や丘のない平坦な土地であったが、岬や入り江がいくつもあり、複雑な形をしていた。島内には12の村に1000戸の家屋があり、人口5000人が住んでいたという。島の中心には沖の浜と呼ばれる栄えた港町があった。そこから大通りが島を縦断するように伸び、大分市と別府を渡し船でつなぐ交通の要所だった。また島の中心には中国や南蛮の貿易船が絶えず来航し、海上交通の要所でもあった。そんな栄華を誇っていた島がある事件を境にして突如消滅してしまったと言われているんだ。え？島が突然消えてなくなるなんてありえますの？それがあったんだ。この地域の住民なら誰もが知る伝承が語り継がれているんだぞ。1596年にあたる文禄5年のこと、雨竜島の住民たちは神仏の信仰心に厚く、島には数多くの神社が建てられていた。大海原が広がる島の東には豊漁をもたらす海の神恵比寿様が祀られ、住民たちは毎日参拝を欠かさなかったという。その恵比寿様には古くから伝わる言い伝えがあった。島の民たちは皆仲良くしなければならない。さもなければ恵比寿様の顔が真っ赤に染まり、恐ろしい神罰が下る。住民たちはこの言い伝えを守り、皆仲良く穏やかに暮らしていたが、ある日の朝、大変じゃ。島の長老が恵比寿社をお参りに訪れると、恵比寿様の顔が真っ赤に染まっていたんだ。この事件はすぐに知れ渡り、島中大騒ぎとなる。恐ろしさのあまり島を捨て逃げ出す者もいたほどだ。騒然とする住民たちを尻目に、一人嘲笑う男が、傑作じゃの、あんな迷信を真に受けよって。実は島で医者を営むこの良斎という男が、言い伝えをバカにして恵比寿様の顔を赤い顔料で塗りつぶしていたんだ。いたずらでしたの？現代なら大炎上案件ですわよ。実際後日良斎は自分の仕業だと発言して、島中から苦言を受けていたようだ。今に恐ろしい災いが起こるかもしれない。長老の心配をよそに何事もない日々が続き、皆が落ち着きを取り戻した頃、とてつもなく大きな地鳴りが島全体を覆い尽くした。空は赤く燃え上がり、海は大きなうねりを打って荒れ始めた。神罰じゃ、今すぐ島から逃げろ。住民たちは我先にと一斉に逃げ惑い、中には対岸を目指し荒れ狂う海の中になだれ込む者もいた。しかし皆高波にさらわれてしまった。地獄のような夜が明け、ようやく事態が収まったかと思われたが、朝日が昇る海を望むと、そこには信じられない光景が広がっていたんだ。
なんとたった一夜にして島が沈没した。ここまでが地域で伝承されている雨竜島の話だ。長らく雨竜島は民間伝承の域を出ない架空の島だと考えられていたんだが、実は近年の調査で島の痕跡が発見されているんだ。確かににわかには信じがたい話ではあるが、伝承の裏には歴史的事件が隠されていたんだぞ。言うの？証明と否定。雨竜島の本格的な調査が始まったのは1977年。かつて一大貿易拠点として栄華を誇った島が一夜にして消えるという大事件だけあって、雨竜島を言及する文献は多数残されていた。書かれた年代や経緯も様々で、得られた情報にも多少の食い違いはあったが、多くの文献で1596年9月4日を境に雨竜島は消滅したと言及されていたんだ。では雨竜島に本当に神罰が下ったのか。その日雨竜島を消し去ったのは神罰ではない。雨竜島を消し去ったのは巨大地震。1596年9月4日に起こったとされる慶長豊後地震だ。地震発生後4メートルを超す津波が別府湾沿岸に押し寄せたという。津波によって家屋や家畜は跡形もなく流された。行方不明者は数知れず、確認された死者は704名に上った。言い伝え通りじゃなかったとはいえ、神罰級の災害ですわ。慶長大地震の恐ろしさはこんなものじゃない。一説にはこの3日前と翌日にも震度7を超える大地震が立て続けに発生し、そのあまりの不吉さから元号が改められたほどだ。そして本格的な実地調査が始まると歴史的な発見があったんだぞ。雨竜島沈没の痕跡を探すため、大分大学と京都大学の共同で別府湾の海底調査が行われた。ユニブームと呼ばれる超音波を利用した地層探査機が用いられ、雨竜島があったと思われる海域をくまなく調査。すると地震によって生じたと思われる段差2メートルの断層が発見されたんだ。さらに後の再調査では400年前に活動したと思われる活断層も発見された。震源地は別府市亀川沖で、地震規模は最大でマグニチュード 7.8 と推定されている。また別府湾から熊本県にかけては九州地方最大の活断層地帯であり、2016年の熊本地震を引き起こした活断層もこの中に含まれる。文献通り島が沈没したと思われる大地震が起こっていたことが証明された。そしてこの調査により雨竜島の存在が否定されたのだ。ちょっと、島が沈没した原因を突き止めておいて、なんで否定しますの？それなんだが、予想外なことも判明したんだ。島を沈没させるほどの大地震が起こったことは確かに事実だ。ただ、問題になったのは地層ではなく地底の方。海底の形状と雨竜島の位置を照らし合わせると、島があったとされる場所は別府湾の最深部に位置していたんだ。その深さは水深50メートル以上、最大で73メートルにも及ぶ。もしこの場所に島が存在したなら、たとえ島の海抜が1メートルだと仮定しても、最低でも51メートル以上の地盤沈下が起こったことになる。いくら歴史的大地震でも、たった一晩でこれほどの地盤沈下を起こしたとは考えにくい。仮に突発的ではなく、徐々に沈下していったとしても、現実的ではないとして否定説も唱えられることになったんだ。雨竜島は幻だったってことですの？確かに諸説ある中の一つの結論ではある。だがさらなる研究により全く違う形の説が唱えられているんだぞ。言うの？海底に浮かぶ島影。雨竜島が存在しないという否定説が唱えられていた。しかし大分市が長崎開港より20年も早くに貿易都市として栄えた歴史は、史跡の発掘調査や貿易の相手国に残る資料によって事実と認められている。ならば港とされた雨竜島が存在した可能性も高い。そう考えた大分大学の研究チームはさらなる調査を続けた。まず研究者たちは手がかりを求めて資料を集めた。その中の一つに不思議な記述があったんだ。それは中国人探検家の丁春光氏の著書日本一巻に書かれた一文。そこにはなぜか雨竜島から大分市内まで馬で移動したと書かれていたんだ。これは一体どういうことか。馬が泳いで海を渡ったとでも言うのだろうか。この不可解な記述の謎が考察されると、雨竜島に根底を覆す説が浮上した。雨竜島は島ではない。は？島じゃないってどういうことですの？発見されている数々の資料の中身は大筋で一致しているんだが、中には不可解な言及もしばしば散見された。
この謎の答えを考察した結果、想像とかなり違った姿が見えてきたんだぞ。雨竜島に橋がかかっていたという記述もなく、帝春公使はまるで陸地だったかのように言及する。その一方で宣教師ザビエルが残した書簡の記録には、大分県に宣教に訪れた際、雨竜島から大分市まで小舟で移動したと記されている。普通に考えれば馬と船が同じ道をたどるなんてありえないことだが、特定の条件下においてはそれが成立するんだ。それはかつて大分市沿岸には沖合まで突き出していた場所があったのではというもの。つまり雨竜島は大分県本土の一部だったということだ。そしてその一部は海抜の低い土地だった。引き潮の時は陸が続くが、満潮になると低地が海中に沈み島の姿となる。その場所が大地震と津波で崩壊し現在の地形になった。そう考えると全て辻褄が合うんだ。こうした過程から雨竜島は海に浮かぶ島ではなく、大分市沿岸にあった陸島の港町だったのではないかと推察されたんだ。大分市が貿易都市だったとする公的な歴史では、大分市沿岸のどこかにあった港町という見解がなされている。しかし仮説を裏付けるには資料に乏しく、文献による調査では雨竜島の存在を証明するには困難を極めた。なぜか当時の行政府による公文書のような確証を得られる資料が全く発見されないからだ。これほどの大事件にもかかわらず、行政が一切記録しなかったとは考えにくいし、公文書だけが見つからないのはあまりに不自然。一体何がそうさせたのか。それには誰もが知るあの戦国大名が一枚噛んでいるんだ。その人物とは豊臣秀吉。あのハゲネズミのあだ名で有名な秀吉がなんで出てくるんですの？猿じゃなくてハゲネズミの方を押すところが実に闇利君らしいね。一見関係なさそうだが、思いがけないところで繋がってくるんだ。きっかけとなったのは1592年に始まった朝鮮出兵だ。当時大分県を治めていたのは大友義宗。義宗もまた三番隊として従軍し、最前線だった平壌のすぐ後方の甲州に陣取っていた。そこへ明と朝鮮王朝の大軍に包囲された小西行長から援軍要請がかかるも、家臣が行長戦死と誤って報告。誤報を受けた義宗は城を捨て退却してしまう。行長は自力で脱出に成功するが、結果的に義宗は平壌から釜山まで戦線を後退させ、窮地の味方を見捨て敵前逃亡した形となった。この失態が秀吉の逆鱗に触れ、大友家は武家を解任され領地から追放されてしまう。それと同時に領内の公文書も消されてしまったと考えられているんだ。この大うつけ者、今度戦国無双5で2人ともボコボコにしてやりますわ。5には大友義宗は登場しないんだけどね。その後秀吉の直轄地となるも、短期間で領主交代が相次ぎ、当時の公的資料が乏しい原因になった。だが思わぬ方向に話が進展するんだぞ。こうした背景から陸島の港町として新たな存在説が復活するも、文献を根拠に雨竜島の存在を証明するには限界があった。そして話の舞台は再び海の底へと戻る。先に雨竜島があったとされる場所は別府湾最深部だとお話ししたが、海底の形状は絶壁状になっており、急激に深くなっていることも分かっている。またそこには大規模な地滑り跡が確認されているんだ。それは南北 1000m、 東西 1500m にわたる。この調査結果をもとに雨竜島に突拍子もない説が導き出された。雨竜島は海に溶けた。島が溶けるってちょっと何言ってるのか分かりませんわ。ごもっともな意見だね。しかし言葉通り実際に起こる現象なんだぞ。諸君は震災地の建築物が地面に陥没していたり、路上に泥水が氾濫していたりする映像に見覚えはないだろうか。これは地下水を含んだ砂の地盤が地震の振動で泥水に変化したことで引き起こされたもの。例えるなら雨上がりのグランドを踏みしめると足が沈み、雨水が浮き出てくる状態に近い。地震学で液状化と呼ばれる現象だ。これが雨竜島全体で起こったと考えたんだ。言及される島の所在地は大分川の河口付近に集中していたことから、雨竜島は大分川から流れてきた砂が堆積してできた島だったと推測できた。そのため島を形成する土壌は水分を多く含んでおり、地盤は非常に脆かったと考えられる。そんな危うい地盤が海底の絶壁にそびえ立っていたとして、もし直下型地震を受けたらどうなるだろうか。地震の振動により砂が固まった土地のつながりが分離し始め、島の輪郭から液状化が始まる。そうして崩れ出した砂の地盤が海底の絶壁に滑り落ち始め、ついには島全体が海に溶けるようにして消滅してしまったと推察されたんだ。その後大震災で崩落した港町が後世に伝わるうちに島へと姿を変え、雨竜島伝説として語り継がれた。
これが現在有力視されている結論だ。20年にわたる研究の結果、雨竜島は幻の島から陸島の港町、川が作った半島へと様々な姿を見せてきた。考え方によっては雨竜島は存在したとも言えるし、存在しなかったとも言える。諸君にはどう映ったかな。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。